さあいよいよ期待される東の強い学校が出てまいりました、はい、東の雄桜美林大学同短期大学スリーネイルズクラウンズ、先ほど中村さんもおっしゃってた今大会の花の戦いの一つですね。そうですね、やはりですね、このチームの良さっていうのは、はい、チームワークが素晴らしい、まあ、オビリもそうなんですが、はい、ここも、まあ、このオビリもそうなんですが、技術もですね、かなり高い技術を持っています。こうした今の3時の同時戦のですね、高い、スタンス、これらがですね、やっぱ優れてますね。今のオープンストラドルからトスを上げて、そしてトップに行くという、あれは素晴らしい技ですね。難易度の高い技ですよね、はい。高いトスです。で次々に行うこういう連続したフォーメーション、これが強さの一つです。すごい力技を見せてくれました。このトランジションがいいですね。なかなかトップを下ろさないですね。はい、これは下ろさないというのはそれだけのパワーがあったら体重がかかりますから、もうものすごい大変なことなんですね。推進のバスケットトスですね。この伸身、体を伸ばしてですね、宙返りするということはそれだけの高さがなきゃできませんので、まあ、空中にいる時間が非常に長いということですね。今のもひねりを入れましたけども、本当に今年の特徴というのはああいうひねりを入れたり、非常に多くの技に難しさを難易度を高めた技が多いですね。どちらかが落とした方が負けと言われてますからね、今落とさないように頑張ってもらいたいですね。ちょっと荒さが目立ってきちゃいましたね。ここに一生懸命支えてます。なんとかキャッチしましたね。さて、大技を次々と見せてくれたスリーネイルズクラウンズ、はい、これすごいですね。中段が一人でこうトップの二人を支えるというのは、そうですね、今のもちょっと映りましたけど、こうひねりを入れてトップに上がっていくという難しい技ですね、はい。